超高性能でピクオンの基盤とも言えるピクミン投げ、特に X が特徴的だったのでまたこの順番で紹介してみる。まず4のピクミン投げ、名の通り手元のピクミンを投げる。原作では不本であり全てと言ってもいい行動。投げたピクミンは自動で戻ってくるが、崖とかに落とした場合など回収できずロスとすることも、逆にそれを利用していらない色のピクミンを捨てるマギック行為の基本の一つ。色によって飛び方に違いがあり、赤、青は標準、弾きで飛距離が変わる。黄ピクミンは高く飛ぶが距離が短め、白ピクミンは随一のスピードと飛距離を持つ。紫は逆に最も飛距離が短い。相手に当たると紫以外は張り付いて攻撃を繰り返す。この攻撃で硬直はしないがシールドすると削られる。攻撃する回数は相手パーセントにもより高いパーになるほど攻撃回数は減る。一度に複数張り付かせると少ない時間で大きなダメージになるため侮れない。特に白は単発 37% もの威力があり少し食らうだけで痛手。張り付かれた相手はレバガチャをして拘束時間を減らすことができる。ここら辺の仕様も原作をよく踏襲している。また攻撃で剥がすこともできるが、ピクミンの張り付く位置によって剥がせる攻撃が異なったりする。キャラによっては位置違いで剥がすことが不可能な場合も。ピクミンの色によっては属性耐性があるのでバス技次第で倒せないことも注意。硬直中は剥がせないため特に投げなどを重ねれば大ダメージ。この技のヤバいところは何といっても全体 24F という驚異的な数値。過去作のキャッキャンできる飛び道具を除けばぶっちぎり1位の全体式。飛び道具を受けた場合はピクミンが撃ち落とされるが、相手が頑張って粉砕させてる間に次の球が出せるのでゴミ落ちが可能。しかもピクミンは当たり関係があるため最大チャージなどで貫通もできない。それどころかヒーローは電撃耐性があるのでチャージショットはじめ電気属性の飛び道具は逆に貫通される。赤ピクならこの属性を貫通可能。まずピクミンが張り付いてる状態だと飛び道具を肉敵で防ぐ場合もあり、弾の視線は基本的に有利。まあ例外もあるか。さらにピクミンはガードをすり抜けるためガード漏れが狙いやすいメリットまである。硬直しないんだから無理やり攻め込めばいいやんと思うかもだが、紫を食らった場合普通に吹っ飛ぶので絶妙に攻めづらい。しかもこの紫、属性関係なく総裁負けしなければ大体貫通できるという最強っぷり。近距離で紫を当てればそこから今度も可能。ゴリ押しを諦めてピクミンを剥がすのに集中しても、そのヒットストップ中にエリマーが前を詰めてくるという凶悪ぶり。持続もがっつり 100F 以上あるため上空から刺すことも余裕な上。場外で紫を食らえばそのまま死んでしまう恐れも、紫じゃなくても一部の革新技はピクミンに張り付かれるとこんなことに。一応デメリットとして生命線であるピクミンを投げつけるので、手持ちの戦力が減るというのがあるが、ピクミンは下引いてすぐ呼び戻せる上、死んでも全体 8F の MD で即生成できるので、デメリットとかあってないようなもの。反射された場合はピクミンが裏切ってエリマーに張り付くが、下引いて消費に戻せるので反射対策も抜かりない。ちなみにボスキャラ相手に投げると紫以外でも体当たり攻撃になる。スペシャルのピクミン投げ、射程など基本は4と同じ。自動に片切りがつく。ピクミンが戻るのも少し早くなっている。ピクミンが投げられる時に表情がついている。張り付く攻撃の威力が上昇しており、赤青がプラス 0.9%、 白が 1% 入るようになった。その代わり攻撃間隔が長くなっており、全体 F にして 4F 長くなっている。白は微妙なところだが、威力ほぼ倍の基本3色は間違いなく強化。ただしピクミンの体力が減っているので総合的には五分五分か。方の紫は 400% 超えでも中央から無理を倒せなかったが、スペシャルなら 263% あれば倒せるくらいにはなった。今作はピクミンがシールドに当たると跳ね返るようになった。棒よりガード漏れを狙いにくくなったのはマイナスだが、回収がしやすくなったのはプラスか。地味に高い位置から落とすとピクミンがダメージを受ける仕様になっている。普段ジャンプの高さなら 1% 程度だが、あまり高いと 3% ぐらい入るので注意。そして X のピクミン投げ、基本仕様は棒に近く投げ射程も大体同じ。 X はまず張り付きのダメージが赤青ともに 2% とスペシャルと同等な上、ヒット間隔が 30F とスペシャルどころか棒よりも短い。無抵抗でも攻撃回数は棒以降より少ないが、実戦で色1入ることはまあないので気にならない。白ピクは 186% という鬼火力で、複数貼られた日には一瞬で 30% 持っていかれる。紫は吹っ飛びはスペシャルに劣るが基本的な性能は正常のまま。ピクミンは白い外装よりタフだが攻撃を受けると吹っ飛んでしまうため場持ちは微妙。そして X 一番の特徴はピクミンが6機まで生成可能ということ。歴代最高威力のピクミン投げが6機発揮できると考えたら凄まじさがわかる。その代わり X は MD で引くピクミンの色がランダムになっている。もちろん開幕の3匹もランダム。集中戦闘スマムラでの確率はこんな感じで強力な白、紫は若干低確率なので白6機や紫6機という布陣の狙いは実戦だと現実的ではない。色調整なしで数で押すだけでも強かったが、それでも赤ピクは捨てられがちな傾向だった気がする。そんな X オリマーだったが、同時のウェディ復帰がピクミンつながりというピクミンの数がないと復帰力が落ちるワイヤー技だったため、むしろピクミンを捨てて今の羽ピクミンと違ってピクミンが捕獲した時のリスクは今より高かった。終わり。スマブラの歴史をキャラごとに再生リスト分けたのでよかったらどうぞ。